それではレパードステークスに出走するブルベアイリーレの野坂女子です。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと今日まあね、ヒゲを顔出してくれるので、はい、中もミストだったね、やっぱり、はい、もう今もでもほとんどの旧車ミスト出てますよ ね、 そうですね、はい、やっぱり馬に心地良さげにしてます。ミスト当たると、そうですね、やっぱりミスト当たってね、涼しくなりますので、はい、その分やっぱり機嫌よく馬の中で過ごしてます。はい、ブルベアリーデ自身は日頃はどんな性格の方なんですか。まあ、普段は非常におとなしいので、はい、まあ、あんまり入れ込むこともない。あ、そうなんですね、はい、あの父がまあ金車差の奇跡ということで、はいはい、まあ、僕らもやっぱりスピードタイプかなというふうに想像するんですけど、はい、そうですね、まあ、最初の頃デビューした頃はそういう感じだったんですけど、うん、今はもう全然持久力もだんだんつくようになってきて、はい、まあ、そういう調教もしてるんですけど、姉妹、うん、をこう貯めて、はい、あ、姉妹じゃん、庭園を貯めて姉妹は伸ばすみたいな調教してるんで、はい、なんでそんな感じにはなってきたんで、うん、だから最初週末買った時はね、1000人とか短くて、はいはい、そうですよね、でももう1600でも1800でもこなせるようになってきてるんで、距離はじゃあもう全然心配してない。そうですね、性格的にもまあ落ち着いた感じなんで、うん、全然距離は全然問題ない。前走の 1600m の競馬も、まあ、競馬内容もそうですけど、時計もなかなか優秀ですしね。そうですね、はい、うん、まあ、レパードステークスの週に同じね、はい、レパードステークスあったんですけど、はい、まあ、それには時計一つぐらい違いますけど、うん、まあ、でもね、レースに行く流れも違いますから、はい、まあ、でも強い勝ち方してくれたんで、うん、はい、じゃあそこから市原の伸びでも全然問題なかろうと。と思います、はい、はい、で、戸崎さんの、ね、競馬も乗りやすいというところですので、うん、全然いろんな競馬できるという感じなので、そのどうしよう、ブルベアリーデ自身の、まあ、一番の、まあ、センスポイントというか長所というと、僕らもだからスピードと思いますけど、それだけじゃなくて、その優等性の良さ、そうですね、いろいろと操縦性の良さがあって、うん、まあ、ジョッキーの言う通りに、もうやった言ったら言った通りに動いてくれるというのが一番のセールスポイント。賢いんですね。普段はそうでもないですからね。そうでもない。ちょっとやんちゃなとこありますけど、まだちょっと子供のなと思いますけど、競馬になってしまったら、はい、結構ね、頭がいいところなんですけど、ね、はい、でもこうやって僕ら喋っててもちゃんとこう顔出しておいてくれて、はい、ね、もう僕らこれやっぱり動画やってると馬が顔出しておいてくれへんかったら、はい、あの視聴回数全然違うんですよ。あ、そうですか。顔出てんのと出てへんのと、はい、でもシャイな子はプッと中入ってしまったりするんですよ、はい、ずっと愛してくれてるのかな。だからちょっとこう賢いかな、ちょっとやんちゃなんですね、はい、まだ実際問題は、まあ、普段乗ってるとね、ちょっとやんちゃなとこあります。そういうところないとやっぱり競走馬って、そうですね、どこはやっぱりだけじゃん、ね、どこか競走心にしてくれないと、はい、おとなしいだけですね、やっぱ走らないですから、ね、じゃあまあこの先まだまだじゃあ伸びしろもありそう、ね、そうですね、はい、わかりました。最後それではファンの皆さんに抱負をお聞かせください。はい、前走まあ勝ったばっかりでね、今度は重賞ということでメンバーも強いんですけれども、まあ、なんとかいいところ見せてくれたらなと思います。はい、まあ、グアの皆さんが心配していた距離は問題ないということなんで、はい、ありがとうございました。